ケレムアンはイスラエル出身のシンガーソングライター。活動の拠点をパリとニューヨークに置く。ギター、ピアノ、クラリネットを演奏する。イスラエルカイサリア生まれ。父はユダヤ系ロシア人、母はジャワ系オランダ人。11歳までイスラエルとオランダで暮らした後、家族でフランスに移った。イスラエルとオランダの市民権を奉仕している。2000年、当時恋人だった。 バンジャマン・ビオレのプロデュースによって、ラビオグラフィデルカ・フィロプソンでデビューし、彼のデビューアルバムにも参加した。このユニットで、アンリ・サルバドールのアルバム、シャンブル・アベック・ビューをプロデュースし、彼女の作曲した、冬の庭がヒットした。2003年、アイスランドのバルディ・オハンソンと共に、レディアンドバードというバンドを結成し、アルバム、レディアンド・バードをリリースし、 ベルベット・アンダーグラウンドのステファニー・セッツと映画 MASH マッシュの主題歌もしもあの世に受けたらオカバーした2000年のデビューアルバムから2013年現在に至るまで6枚のオリジナルアルバムをリリースしており6スアルバム101階からのスケッチは台湾一の超高層ビルである台北101に登った際インスピレーションが湧いて作られた コンセプトアルバムである。また、アメリカのテレビドラマ、グレーズ・アナトミー・コインの解剖学及び、L の世界では、レディバードの、トゥ・ォワット、アイ・ドゥ・がファスト・ファッション、H&M の CM では、フィフスアルバム、ケレニアンから、レイヤー・ヘッド・ダウンがそれぞれ使用された。ありがとうございます。